さあ続きましては企画です。お酒やご飯のお供になるスイーツをご紹介します。まずはこちら、大ブームを巻き起こしているスイーツパンマリトッツォ。そのマリトッツォでツイッターで話題に上っているのがこちら、ご飯のお供いぶりがっこでクリームチーズを挟むとほらマリトッツォ。どうですか、見た目似ていますよね。しょっぱいマリトッツォという感じでしょうか。これはツイッターで話題を呼んでいる酒飲みのマリトッツォという文章とともに投稿された画像、7万以上のいいねがついています。ツイ主のお酒のオンラインストアクランドさんは、お酒のある生活をお楽しみいただきたいという思いで様々なお酒のあてを提案しています。またコロナ禍もありお酒を楽しむ機会が減っている人も多い中、皆様の家飲みの幅が広がれば嬉しいですと話しています。さあさらにアベモニが注目したご飯が欲しくなるスイーツはかき氷。かき氷でご飯が欲しくなる、なんかちょっと信じられないようなお話を聞きつけて西麻布までやってきました。半信半疑な様子の並木アナが訪れたのはカフェバー青。現在は系列店のカフェバー CO を間借りしていて、近日中に麻布十番に常設店舗を開業します。この店の一番人気のメニューは何ですか。は味噌汁のかき氷になります。味噌汁のかき氷ですか。はい。かき氷と味噌汁を組み合わせる発想はなかったです。かき氷と味噌汁。管理栄養士の資格を持つかき氷職人の川口青さんは、甘味料はきび砂糖を使うなど健康に気を使った食材を使ってかき氷を作っています。今何をトッピングしてます。あれ豆腐です。かき氷にお豆腐ですか。油揚げとそしてわかめがトッピングされていきます。上からネギ油です。ネギ油がトッピングされました。お待たせしました。味噌汁かき氷完成。すごいですね。もう初体験です。ではいただきます。おいしい。これは創作かき氷の範疇を超えてます。味噌クリームが完全に味噌汁を再現してますね。絶対に合わないと思ってた。これはご飯が欲しくなる。さらにこちらのお店ではお客さんが作ってほしいという食材でかき氷を作ることもやっています。さあということで並木アナが無茶ぶりを。今青さんに納豆かき氷を作っていただいてます。納豆混ぜてます。すごい粘り気が出てます。大丈夫ですかこれ。川口さんは独自にブレンドして作った大葉ソース、抹茶山椒クリーム、梅チーズクリームなどを乗せて納豆をスイーツとして仕上げました。納豆かき氷の完成です。ありがとうございます。すごい。おいしい。中に抹茶クリーム、抹茶山椒クリームが入ってるんですね。それと納豆を一緒に食べたら美味しいです。かき氷の氷ってお米みたいですね。なんか何でも上に乗せると美味しくなるんですね。そうですね。食も経験なので、まあ1種類でも2種類でも多くこう食品、食べ物を食べていただければ嬉しいなと思います。
そこでやっぱりあの人生のネタも増えると思いますし。いや、面白いかき氷ですね。並木アナの食リポナイスでした。そして似合うね、かき氷が。そしてこちらのカフェバー青さんでは氷にもこだわっているそうなんです。冬の自然の寒さで作られた氷を仕入れていて、製氷業者が保存などに使う電気も太陽光発電を使用するなど、環境にも優しくかつ雑味のない氷を使っているそうです。またカフェバー青ではこうした食事系かき氷以外にも、一般的なかき氷や季節のフルーツが乗ったものなど、たくさんの美味しそうなかき氷があります。いや、食べてみたい。皆さんはどんなかき氷をオーダーしてみたいですか？